ってトロパチゲー。発掘隊。一級河川。信濃川、利根川、石狩川など、日本には多くの河川が流れている。河口になるとキロ単位の長さになるような、大きな川がゴロゴロしているんだが、その源流をたどってみると、小さな湧き水だったりする。どんな物事も初めの一歩というのは、とっても小さいものなんだけど、それはパチゲーの世界でも変わらない。今回はスト2パチモノの源流を見ていこう。今回ご紹介するのはこちら。ハマーチーム制作の、ストリートファイター2、ザ・ワールド・ウォーリアー。またの名を、マスター・ファイター2。こちらは92年に発売された、ハマーチーム最初の格闘ゲームであり、我々が確認した中では、最古のスト2パチモノだと思われるよ。つまりここからいくつものパチモノが生まれた、源流というわけなんだが。まず最初に気になるのは、なぜ2種類のタイトルがあるのかだろう。実はこれ訴訟対策なんだよね。このチャンネルの視聴者は、90年代台湾がパチモノ天国の、無法地帯だと思っているかもしれないが、実は政府側はパクリ製品の規制を掲げるなど、一応は規制しようと試みていたようだ。まあそれが成功するかは別問題なんだけど、パクリから日本の車産業が発展したように、似たような道を台湾も歩んでいくよ。まあその規制をかいくぐるための、申し訳程度の対策が、マスターファイター2なんだが、今回はこの自主規制版を遊んでいくぜ。しかしパチゲー界隈にスト2を持ち込んだ偉大な作品が、パクられるのは当然の流れ。ここにオーダーと書かれているが、これらは他のメーカーが後から生産した、パクリのパクリとなっているぜ。特に左側のカセットは、著作権を主張した上に、海賊版は訴えますと、あたかも正規品のふりをしているんだけど、こっちはより明確な悪意のあるパチモノ。オリジナルを再現したオープニングの後に、タイトル画面が映し出されるんだが、この1992という数字に注目。こちらは右のカセットなんだけど、こちらには陽光ソフトの名前があるね。つまり左のカセットは、意図的に版元の情報を消して、自社ソフトのふりをして販売していたわけだな。無駄に手が込んでいるけれど、これらはどちらもパチモノのパチモノ。内容自体は変わっていないので、原作と同じな右側のカセットで遊んでいくぜ。さて本作は最初の海賊版ということで、リュウ、チュンリー、ガイル、ザンギエフの、4人がプレイアブルキャラとなっている。2P モードは存在せず、キャラ選択画面で2コンを動かせば、対戦モードとして遊ぶことができるぜ。ということで、まずは基本的な操作と、各キャラの必殺技を見ていこう。とは言っても、パンチが A、キックが B であること以外は、ほぼ同じ操作方法になっている。ただ前回のスト2パチモノとは違って、しっかりと技が出るようになっているよ。秀逸なグラフィックや音楽。そして普通の格ゲーだったら、昇竜拳をかましたくなるくらいの、快適な操作性。後のハマーチームの格ゲーを想起させる、バランスになっているね。それではここからはユウの必殺技を見ていこう。本作では原作の技を忠実に再現しているんだけど、昇竜拳は異なるコマンドに変更されているよ。波動拳の反対のようなコマンドなんだが、昇竜拳とコマンドの区別が難しかったんだろうな。ちなみに波動昇竜をしようとすると、昇竜拳を出した時点で波動拳が消滅するため、全くの無意味となっているよ。じゃあコンボが全くないかというと、なんか繋がっている技もあるようなんだが、楽しよう、というかバグが、悪さしている感じもするので、まあこのゲームにコンボはないと思っておこう。お次はガイル。まずはソニックブームからなんだが、このゲームのためコマンドは排除されている。そのため CPU のような、
ダメなしサマーソルトなども出せるんだけど、スプライトが欠如しているため、どこが当たり判定かわからねえ。しかし敵はこれを完璧に使いこなすため、不用意に飛び込むと確実に叩き落とされるぜ。お次はチュンリー。このゲームの好一点なんだが、前回とは全く違い、百列客が本当に出しやすい。すごい常識的な連打で出せるようになっているね。それとは反対に非常識なのが、スピニングバードキックの威力。多段ヒットすることで、半分くらい体力を持っていくよ。まあ実際はガードされるし、すぐに叩き落とされるので、このゲーム的には一番弱いキャラかもしれない。そして最後がザンギエフ。ザンギエフと言ったらダブルラリアットなんだが、今作では弾抜けはできなくなっているぜ。また代名詞のスクリューパイルドライバーは削除され、通常投げのパイルドライバーと、接近時にのみ使用できるレッグスルーが、実装されている投げ技となっているよ。それでは今回はザンギエフを使用して、アーケードモードをやっていこう。まずは日本で言うと戦っていこう。本作は同キャラ対決がないため、3人倒せばラスボスなんだが、なかなかラスボスまで到達するのに苦労するぜ。というのも敵は基本的に超反応。パターンを理解しないと、一方的にはめられることもしばしば。しかしそのパターンを把握してしまえば、ご覧のように簡単にはめることができる。まあいつものハマーチームだな。今回の竜は距離を取ると、ひたすら竜巻旋風脚を繰り返してく。しゃがんでパンチすればそれだけで勝てるぜ。時間がかかるんだけど、ここで不用意に飛び込んだりすれば昇竜拳。距離を取れば波動拳を連射してくるので、中距離で待ち構える必要があるぜ。戦いに勝利すると原作のように、勝利セリフが表示されるんだけど、これは英語版のセリフだね。残が善になっているのはご愛嬌。お次はチュンリーがお相手なんだけど、こいつはひたすらスピニングバードキックを繰り返してくる。しかし簡単にジャンプ攻撃で潰せるので、画面端に追い詰められれば、このように簡単にはめられるぜ。これはダウン中も判定があり、投げで吸い込めるからなんだけど、まあこれもパチモの格ゲーではスタンダードな仕様だね。それでは本作最強の敵、ガイル戦をやっていこう。どうしてガイルが最強なのかというと、1ラウンド目と2ラウンド目でパターンが変わるから。なんか優遇されているんだよな。まず第1ラウンドで狙うのはソニックブーム。これは波動拳もなんだが、このゲームの飛び道具は打ってから、かなり大きな隙ができてしまうぜ。前回とは違い常識的なジャンプなので、比較的簡単にかわせるし、同じように敵もかわしてくる。なのでソニックブームを飛び越して、ジャンプパンチからの投げを狙っていくぜ。画面端に追い詰められれば、さっきみたいにハメができるんだけど、欲張ると対空様ソが炸裂する。なので手堅く攻められる時を狙っていくぜ。お次の2ラウンド目では、これまで不用意に打ってきた、ソニックブームが封印され、こちらに飛び込んでくるようになる。竜の昇竜拳でも安定的に出せれば、かなり楽なんだろうが、あいにくザンギエフができる対空は、垂直ドロップキックのみ。このまま垂直に飛び続ける、すっごい地味な戦いになったので以降はカット。ここまで3人の敵と戦ってきたが、次で早くもラスボスだぜ。もちろんラスボスと言ったらこの人。とことん現場主義のリーダー。ベガコとビガだぜ。シャドルーは資金難によって、四天王を解雇。そのためベガがいきなり出向くハメになったんだろうな。今作のベガは素早い動きでこちらを翻弄してくるんだけど、ダウン中に追撃してくるせいで、気を抜くと一気にハメ殺されるんだよね。もし負けてしまったら、こんな感じでコンティニューできるんだが。復活できるのはわずか1回のみ。もし最高点を更新していると、ハイスコア登録できるんだけど、ハイスコアすらないくせに、
惰性でスコアをつけているライセンスゲームどもは、爪の赤を煎じて飲んでほしいね。そして先ほど油断すると、一瞬ではめられると言ったが、その対処法は至って簡単。適当にジャンプ攻撃をしていれば、勝手に敵は倒れていくよ。ということで、全く同じことを繰り返し続けて、なんとかクリアすることができたぜ。たった4戦だけなのに、クリアまで3時間もかかってしまったよ。そしてエンディングとなるんだが、大統領とコサックダンスを踊る、ふざけた本家よりも、よっぽどまともなお話になっているぜ。燃えるような赤い肌を持ったザンギエフは、アメリカのレスリング界に殴り込みをかける。そして自身の鋼の肉体から繰り出される、技の数々でアメリカにセンセーションを巻き起こしたそうだ。そしてなんと最後にはスタックロールが流れるよ。パチゲーでは珍しいが、これ全部偽名っぽいな。リーダーのハマーチェンの名前もないし、他のゲームで確認されている名前もないから、陽光ソフトのスタックって可能性もあるね。まあ真実はわからないので、最後に隠しコマンドを紹介して終わろう。それではまずはいきなりエンディングコマンド。タイトル画面でこのように入力すると、いきなりザンギエフのエンディングを見ることができるぜ。もう一つはこちらのコマンドなんだけど、ザンギエフでベガといきなり戦えるというもの。ちなみにどういうわけか、他キャラのコマンドはないようだ。開発者の持ちキャラがザンギエフだったのかな？他にも違うバージョンでは、無敵モードもあるようなんだが、このバージョンではなかったので、総評に移ろうか。それでは総評やっていくよ。オープニングから始まり、キャラグラ、背景、BGM、間違いなく愛を感じるクオリティだったな。そして微妙な操作性というのが、お約束のようになっているんだけど、このようなパチモノが誕生したことから、当時どれだけ台湾でスト2が望まれていたのか、ちょっとだけ推し量ることができるよね。そして今回この源流を見てみて、前回も登場したコニーソフトが、このゲームのあらゆる素材を、盗用していたことに気づくだろう。しかし今回の版元である陽光ソフト、実はコニーソフトの別名なんだよね。つまり今回のゲームを作った後に、その素材を利用して版元が、勝手に別バージョンを作ったってことだな。こんなことされたら仲違いしてしまいそうだけど、少なくとも93年までは一緒に活動していたようだ。企業間では同意が取れていたのかもしれないな。まあこのようにフォロワーから、どんどんパクられていって、数々のパチモノスト2シリーズが生まれるんだけど、実はハマーチーム自身も、フォロワーたちから盗用しているんだよね。自分の素材を利用したゲームから、追加された新素材を抽出し、新たなパチモノを生み出す。まるで自分の尻尾を食べている、ウロボロスのようだね。まあこのようなパクリパクられも、パチゲー界隈では普通なんだろうが。次回は当然そのパクリウロボロスをやっていくぜ。みんなはそれまでこのゲームで遊んでいてね。それでは今回はここまで。またね。